ポーター賞運営委員、一橋大学大学院国際企業戦略研究科教授楠木健より今回の受賞企業を紹介させていただきます。楠木先生、よろしくお願いいたします。楠木でございます。繰り返し申し上げておりますように、この賞が普通の賞とちょっと違いますのは、単純に結果ではなくて理由を表彰するということでございます。これはもう絶対に忘れないでいただきたいんですけど、よくあるこう、例えば業績がいい、何かの基準で業績がいい会社をランキングしてですね、それで表彰するというかあるんですけれども、我々はその理由、つまり優れた戦略、これがその今日冒頭にも出た稼ぐ力、今言われていることの最大の中身だと思うんですが、優れた戦略でもって高い業績を上げている、そういう事業を表彰するというのがポーター賞でございます。ですからこれ大変にですね、手間暇が、応募していただく会社の方はもちろん、これ評価する側もですね、大変な手間暇かけてやっておりまして、でしかもですね、ポーターさんおっしゃるように、やっぱこのところ日本の会社元気になってるなと思いますのは、しばらく前と比べるとですね、もう本当に激戦、大変に数多く の, 優れた戦略を持った会社様に応募していただいて、今年も大変な議論の末ですね、4社選ばせていただきました。ですからその表彰のですね、直接的な対象であるそれぞれの戦略がどういうものなのかというのを伺っていくのがこれからの時間でありまして、ここからがですね、今日のコンファレンスで一番大切なところと言っても一向に差し支えはないというふうに思います。順番にステージ上にお招きして、僕とのですね、対談の形式で、その戦略がどういうものなのかっていうのを見ていきたいと思うんですけれども、まずですね、最初にアイスタイルさんからお話を伺いたいと思うんですけれども、吉本さん、恐れ入りますけれども、こちら上がってきていただけますでしょうか。皆さん拍手でお迎えください。どうも改めましておめでとうございます。会社名のアイスタイルよりも、アットコスメ、これでご存知の方多いと思うんですが、ちょっとこちらから見ると少し暗いんですけれども、アットコスメ、見たことがある、使ったことがあるっていう方ですね、ちょっと手を挙げていただけますでしょうか。これ結構男性もいらっしゃるんですけれども、僕の理解では、美容、特に化粧品とかに特化した、お客さんの方から見るとインターネットとかスマートフォンとかですね、そういうサイトがあるっていうことなんですが、これ当然他の会社にない独自の価値を作っているっていうことなんですけれども、まずそれを見ている、お客様の側からちょっとお聞きしたいんですけれども、これ例えば化粧品であれば典型的な経験剤ですよね。使ってみないとなかなか価値がわからないと。ですから、その製品がですね、どういうものなのかって知りした人多いと思うんですが、別にアットコスメ以外にもこう会社がいろんな宣伝をしてたりですね、それからそういう記事が女性雑誌とかいつもこう載ってたりとか、その中で、アットコスメのですね、特徴ってのはどんなところにあるんでしょうか。今先生がおっしゃっていただいたように口コミというところにあると思ってます。やっぱり今まで化粧品というのは経験してみないとわからなかった、使ってみないとわからない、しかも肌質によってとか年齢によって違うようなものを、いかに口コミというところでみんなで情報をシェアしていくのか、体験をシェアしていくのかというところに特化して作ってきたというのが私たちのサイトの一番の特徴があると思ってます。なるほど。で多分そのインターネット、特にインターネットが出てきたからですね、そういう経験剤の口コミっていうのはこれインターネットで前よりもできるようになるよねって、みんな言ってて、それなりにやってた会社も多いと思うんですけども、結局なかなかですね、
うまくいかないと、お客さんにとって本当に価値があるなと思うものにならないと、口コミの難しさもあると思うんですけれども、あの当然その、その商品に対する評価ですから、これいいですよ素晴らしいですよだけじゃなくて、私には合わないとか、もっと強くこれダメだみたいな、当然出てくるわけですよね。で、あの御社のあのアットコスメはその辺はあのそのまま出すと、こういう方針出したんですか。そうですね、私たちの口コミの一番最初の考え方は、その商品の絶対的価値を評価するんではなく、その人が最初に抱いている商品に対するイメージ、期待値とのギャップが評価になってくるだろうと、なるほどなるほど。だから口コミというのは、例えば価格とか製品とかのこうレーダーチャートで表すのではなく、あくまでもその人にとっての違いを数値化していくということに注目してずっとデータを集めてきています。なるほど。ですから、なんか第三者機関の客観的な評価がレーダーチャートみたいなのだとしたら、まさに口コミのポイントっていうのはその人にとってのその評価、そうですね、期待値とのギャップが出てくると。で、これ大変にですね、その買う方、使う方にとっては今重要な情報のソース参考になってるんで、まあ、これだけですね、業界の中でもそのポジションを得たわけですが、ただそのビジネスとして、どこから収入が発生するのかっていうと、例えばその化粧品のメーカーさんであるとか、そっちの方から来るわけですよね。そうですね、あくまでも情報はユーザーが提供シェアする場に、企業が経済活動マーケティングとしてお金を払っていくという、そういうビジネスモデルになってます。そうですよね。ですから、あの会社の商売としてのお客様っていうのは、そういう化粧品のメーカーであるとか、その美容に関わるそのサービスのプロバイダーのわけですね。そうするとですね、ここであのまたあの不思議なのは、一方で先ほどあの定義された意味での口コミっていうのがどん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 出てくると、でこれの蓄積、また見やすさ使いやすさっていうのがお客さんにとっての価値になってくるわけですが、そうするとですね、お金を払う会社さんの方からすると必ずしもいい話ばっかり出てくるわけじゃないですよね。いや、もう悪い話もどんどん出てきますよね、企業様からしたら自分たちが見たことがないようなデータ、絶対調査では出てこないようなまあ、悪い評判とかもたくさん出てくるようになります。なるほど。ですから単なる広告宣伝としてみれば、もしかしたらですね、あれこんなこと言われてどうかなっていうのがあったとしても、マーケティングっていうとか消費者のニーズを知るっていうそのチャンネルとして考えると、むしろそういう口コミがバンバンこう出てくる方が実は企業にとっても有用性が高いと。その通りです。基本的にユーザーが持っている期待値というのは企業のマーケティング活動の結果として何か期待がされているわけですから、それとのギャップはマーケティング活動の結果がずれてたということですので、なるほど、これを直しましょうという最初のアプローチが僕たちのスタートでした。なるほど。だからよくあるウェブをマーケティングプラットフォームイコールそれは広告反則の場として考えると、やはり売るためにはユーザーの口コミが悪いと嫌だよねって話になるかもしれませんが、これはユーザーからのフィードバックです。じゃあ何がずれてたんですか、正しい情報の伝え方をしましょうよっていうのが、まあ、私たちのビジネスの根幹根っこにあります。なるほど。そうすると、先ほどポーターさんもおっしゃってた、狭い意味でのビジネスを超えて社会的な問題を解決するっていうことでいうと、言われてみるとこの化粧品の世界ってのはですね、これまでのビジネスのやり方に割とこう社会的な無駄とか非効率、まあ、同じことですけどそういうのがあって、それがアットコスメによって問題が解決されてるっていうふうに見ることもできるわけですよね。そうですね、もともと化粧品業界に注目したのは、まあ、私は化粧品使ってる側ではなかったんですけど、業界におけるマーケティング比率のパーセンテージが他の業界に対して圧倒的に多いと、だいたいどの飲料にしろ食品にしろ3、まあ、1桁パーセント前半なのに 20% しか使っているということは、ユーザーと企業のマーケティングコストが異常に高い業界、イコールそれが無駄なのか、もしかしたらそれがビジネスの、まあ、種なのかは分かりませんが、いずれにしてもいびつな業界だなと、なるほど。じゃあここは十分改善できる可能性があるなと思って化粧品業界に注目して、ビジネスを作っている。でそうした意図を実現するために、
システムの開発とか運用もこれ大変に手間がかかるあの分野だと思うんですけれども、全部中でやってらっしゃるっていうことですよね。そうですね、これは中じゃないとできませんね。あ、はい、例えばあの出来合いのものだとどの辺が、これ難しくなるんですか。例えば口コミを書いてもらうっていうことには先に商品情報がないとユーザーは口コミできないんですけども、私たちのサイトはない商品に対してはユーザーが口コミ商品を登録することができます。これ何かというと商品のマスターデータをユーザーが先に登録すると仕組みなんですね。これは99年会社を立ち上げた時からやってます。なるほど。システムを作ってる人間からするとマスターデータをオープン化するって発想って多分すごいハードルが高かったと思うんですけど、まあ、僕自身が最初システムをちょっといじってたことがあったので、いやマスターデータこそユーザーが登録して、企業がメンテナンスをするわけなんだと。なるほど。ですから SK2 でいくと SK2 と書く人もいれば、ハイフンが全角の人よりも半角の人がいて、どうするんだと。システムの人はそう考えるんですけど、そこをまあうまくメンテナンスによっていかに大きくしていくかよって他の企業は自分が売るべき商品マスターデータに口コミをぶら下げてくださいと、僕たちはユーザーが登録した商品データベースのデータを外から集めてくる唯一の企業として、企業側が持ってない商品もデジタル化することによって巨大なデータベースを作り上げていったというのが一番大きいポイントだと思います。だからこ そ, その要するに御社はアイスタイルはあのなんかあれですよね、こうお客様がこう自分たちで作っていくそういうコミュニティをあの横からなんかサポートしているという位置づけですよね。そうですね、あくまでもユーザーや、まあ、そういったデータや、そのコミュニティを形成するような必要なものを僕たちがどんどんフォローしていくというか、まあ、サポートしながら質のいいものに質を高めていくというところに一番リソースというか、まあ集中しているというところはあると思います、ね、なるほど。でそのことが、製品を作ってるメーカーの側にとってもこれまでのマーケティングの手法では、できなかった知れなかったことを知る、そういうあの価値を持つように至ったという。そういうことです。例えば具体的にいくと例えばダイソーの化粧品っていうのがあるんです。100円ショップの、でこれっていうのは、実はアットコスメの中では大人気なんですね。おなぜかというと100円だから期待してないんです。元々、ところが使ってみてあ悪くないじゃんと言って口コミが高い、でもこんなデータポスデータには絶対出てこないわけです。なるほど。ダイソーは1個2個3個4個5個、はい、500円です。ですから、じゃあ調査会社のリサーチで出てくるかというとそんな自分が使ってるアンケートにダイソーと書かない。ただアットコスメを見てみるとダイソーの化粧水に要は1万近い化粧品があるってことは1万人の化粧品ユーザーがマーケットが消えたということと同意ですから、やっぱりこういうデータっていうのはこういうウェブのデータを見て初めて分かってきた。これはやっぱりメーカーさんにとってみれば今まで見たことがないデータが急に出てきた、どう活用するかっていうきっかけになった、まあ、こういうサイトが新しいマーケティングの手法を考えるきっかけにはなったと思います。なるほどね。その場合もさっきの話がまさに生きるところでユーザーの方が最初にそのダイソー化粧水とか入れるわけですからね。そうです。自然とそのコメントできるようになると。なるほどね、これあの本当にあの独自のですね、活動の選択がこれまでになかった価値を作ったっていう典型的で、しかもあの両方ともですね、あのユーザーだけじゃなくてメーカーにとってもあの今なくてはならない存在になっているということはよくお分かりいただけたと思います。なんかこれからはあの実際にも今すでにやってらっしゃる自分たちで売るということもやってらっしゃるんですよね、お店を持って。そうですね、今は実際に、ネットのオンラインコマースだけではなくリアルのお店も自分たちで持って販売をしています。なるほど。これはあのやっぱりまたお客様の反応でちょっとネットとは違ったものが取れるっていう実感をお持ちでいらっしゃいますか。もう実感ありますし、もう一つ大事なのはネットでのユーザーの声をリアルの店頭棚に反映していくということが、やっぱりマーケットを変えていく上では非常に重要で、そのためには自分たちがリスクを持って新しい店舗提案をしていかなきゃではということで始めたビジネスです。なるほど、ありがとうございます。今後ますますですね、あのやっぱポートショット取ってる会社ってすごいなとみんなが納得するようなあの成果を出していっていただきたいと思います。はい、今日は本当におめでとうございました。ありがとうございます。どうもありがとうございました。ありがとうございました。
それではですね、次、2社目になりますが、株式会社スタートトゥデイの前澤友作さん、壇上にお上がりいただけますでしょうか。お願いします。皆さん拍手でお迎えください。どうもおめでとうございます。まさかこんなところでお目にかかるとは思ってませんでした。どうぞおかけになってください。これもあの B2C の会社でいらっしゃいますので皆さんにお伺いしたいんですけれども、スタートトゥデイ、例えばの ZOZO タウン、これをですね、使ったことがある方手を挙げてください。おいっぱいいらっしゃいますね。今残ってください。使ったことある方、使ったことないまでも見たことあるって方、実際にあこれだともう8割、これあの今日きっとあのファッションに関心のある方が、あのここから見てるとそうも見えないんですけれども、思いのほかですね、あのファッション感度の高い方お集まりだということなんですが、これ僕もあの別にお世辞じゃないんですけど本当にあの使いまくっておりまして、ありがとうございます。あのこの靴下もあのスタートトゥデイであの ZOZO タウンの某店でいつお買い上げいただいて、これはですね、僕はあのちょっと私的なことで恐縮ですが、あの靴下はですねある一定期間で全部買い替えるっていう、入れ替えるっていう、じゃあかなり複数本同時に購入いただいて、個人的にあの靴下祭りって呼んでる時期があるんですけど、はいはい、あの先月それを迎えまして、でこういう時に便利なのはそのあの普通のイコマスサイトと違って自分の好み、靴下 あの単に色とかですねサイズだけじゃなくて、もうすごいいろんなのであの指定できて、でそれがあのクロスブランドクロスストアでですねこうガーッと出てきて、でしかもそれが写真があの見やすくてっていう、でそこからあの厳選してですね、7足あの靴下祭り買いました。でこれあの所要時間大体1時間ぐらいうろうろしてたんですけど、これ結構楽しいんですね。ですから今日は時間があるからちょっと ZOZO タウン行こうかなっていうような、あの多分あの一つの、理想的な顧客じゃないかなと。はい、僕としては1本で買われちゃうとあの送料無料とかで1本お届けするのはっていうふうに言おうと思ったんですけど、7本同時に、ね、はい、お買い上げいただいたということで、まあ、いろんな使い方皆さん知らっしゃると思うんですけれども、これあのあくまでもあの言うまでもないことですが、いろんなイコマースがある中でもちろんお洋服売ってるサイトいっぱいありますけれども、トレンドファッションというかそのファッション感度が高いものに特化している、これがそのみんな思いついてやりそうで実際やってみるとなかなかものにならないっていう難しい立ち位置だと思うんですが、このファッションに特化したイコマースだとどの辺がこう克服すべき問題としてあったんでしょうか。あの結果として今そのトレンドファッションに特化してるんですけど、はい、特化してる形になってますけど、そもそもあの自分たちがよく着ている、自分たちの大好きなブランドさんと商売させていただきたいというところから始まっていますので、特にあるターゲットとかあるマーケットにフォーカスしてやったというよりは、自分たちの好きなものにフォーカスしてやったという感じなんですね。なるほど。で、はい、もっと前は洋服じゃなくて音楽だったんですね、はい、はい、それもまさにこう好きなもので、はい、僕が世界中からレコードを輸入して、それをカタログ通信販売で売るっていうのが、なるほど、我々の、創業のきっかけです。でそれが自然にお洋服の方にもなってきて、そうです、で洋服も自然と好きなブランドをやると、前田さんがとかあの周りの仲間の方が好きなのをみんなに届けたいということで、はい、で結構あの僕もそこら辺ちょっとよくわかんない裏腹とかあのそういうので結構初めの方はものすごい人気が出て、そうですね、あの今日の回ってその競争っていうのが結構テーマじゃないですか、僕はあの根っからの競争嫌いで、知ってますよ、はい、なるべく競争しないように生きてきた人間なんですけど、まあ、つまり洋服もあまり人と同じようなのを嫌なんで、競争したくないと、いうことで人と違ったものをこう選んでたんですね、でそういうブランドが大好きで、そういうブランドを商売として売らせてもらえば誰も売ってないし、競争しなくていいし、なるほど、誰とも服被らないしっていう、その人との競争を避けた結果、あーはーはー、でそれが今これだけ多く の,、はい、あの見ていただくとすぐ分かる、もいろいろなお店があって、まさにタウンになってるんですけれども、これあのまた一つこうビジネスとして特徴は、
物流業務に対してですね、相当自社でこうコミットしていくっていう、よく あるのが、インターネットのビジネスだと何よりもアセットが軽いっていうのがいいよねっていうことが、みんな多くの人が言ってて、でアセットが軽いっていうことは、これまでのリアルなものと比べるとですね、分母が小さいんで ROA が上がるだろうと、で投資家が期待して投資なんてよくある話なんですけれども、相当倉庫とか物流に力を入れてらっしゃるんですが、これはなぜなんですか？自分たちの好きなものはなるべく外の人に触られたくない。なるほど。最後まで自分たちで梱包したい。ええ、願わくば本当はそれを自分たちのトラックでお客様 のお手元まで直接お届けしたいという願いがあるんですけど、残念ながらそこは今外部の宅配会社さんにお願いしてます、はい、せっかく自分たちが好きなものだから、自分たちでちゃんとその、オペレーションでいうと、その倉庫だけじゃなくて、例えばお客様が見る写真とか、それからサイズですよね、ああいうのも全部自社で写真撮って測り直してると。そうです。モデルも自社のスタッフがやったりもするぐらいで。そうなんですか、はい、撮影のモデルですね、はい、あれじゃあ何万枚ですよね、きっと。はい、一つのアイテムについてもいろんな角度とか引いたりとかですね、それから近づいたりとか写真ありますんで、道理でいつも同じ方が出てくるなっていうふうに。あれ自社の方なんですね。自社のスタッフも紛れてます。あ、そうですか、はい、あと全部自分でこう測り直して。そうですね、我々の倉庫についた商品は全部、メジャーで普通にアナログで採寸してます。じゃあもうその ZOZO ベースではもう写真も撮ってたりも測りまくったりしてる人が結構いっぱいいるっていうことですよね。数百人そのスタッフがいます、ね、これをやるインターネットで売ってる会社が、これまで世の中にあったでしょうかっていう話なんですけれども、今のその前澤さんのお考えからすると、むしろそうやって自分たちで好きなものなんだから手をかけてきっちり伝えて売ると。理想的には物流も、それから最後お届けするところも、でお客さんに渡してちょっと立ち話の一つもするぐらいまでが本当だったらやってみたいこと。やりたいですね。本当は自分たちで物も作ってみたいんですけど、世の中にはたくさんいい洋服を作る方がいっぱいいらっしゃるんで、競争になっちゃうんで、そこは やらないと。なるほど、はい、なるほど。だからお客様からするとですね、その ZOZO タウンでそういう洋服を買うっていう価値がよくわかるんですけれども、今度その ZOZO タウンは自分たちで、のお洋服のブランドやってるわけじゃなくて、いろんなところが売ってるわけですから、その ZOZO タウンを通じてお洋服を売っている、メーカーとかブランドの方にとっての ZOZO タウンの価値っていうのはどこになるんでしょうか。他のeeコマースと別にです、はい、違ってっていうことですね。定量的には売れる。なるほど。定性的には分かってる人がやってくれる。あ、はい、洋服を好きで、ちゃんと好き、愛してくれる人が扱ってくれるっていうのは大きいと思います。なるほど、はい、ですからここだけの話っていうには十分ちょっと人が多いんですけれども、ゾンみたいな、当然お洋服ね、いっぱいゾンでも売ってるんですけれども、はい、売る方からすると、必ずしもよく分かってくれてない人が売ると出てきちゃう問題ってどういうものなんですか？コミュニケーションがうまくいかないんですよね。例えば写真撮影一つにしても、もうちょい我々のブランドとしてはこういうモデルさんを使ってこういう角度から撮ってほしいんだけど、ちょっと違うなとか。そこまでいちいちやってるんですか？やりますね、はい、やります、はい、そうですか。いわゆるその我々のモデルを真似されるような業者さんがその後増えまして、皆さん同じようにやられるんですけど、洋服好きの方だったらこういうふうに撮るんだけどオタク分かってないねみたいな事案はよく聞きますね、はい、そうですか。あとそのですから、よくあったのは昔リアルコマースと e コマースがこれ代々関係になってて、e コマースが台頭してくるとなんかリアルがやられちゃうみたいな話がありますけれども、ZOZO タウンについて言えば全くそんなことないわけですよね。多分それぞれがお互いに保管するような、メーカーの側からしても自分たちのお店があって、一方で ZOZO タウンでも出しているっていう、そういうようなやり方が多くなってるんですね、はい、そうですね。そう言いたいところですけど、そうなんですか。カニバリゼーション起きてると思います。あ、そうですか、はい、でもマーケットサイズが決まる。なるほどね、はい、だからこう考えるというんですかね、その新しくお店を出していろんな人たちに売るのは大変だけれども、 ZOZO タウンがあるんでその出店コストが下げられて、その分本来の洋服作りに行けるって、こういうような意味合いっていうのが特に新しいこう、はい、
ブランド、どんどんあの自分の好きな洋服を作っていく人たちが出てくる業界だと思うんですけれども、はい、そういう人にとって重要なチャンネルを提供していると。そうですね、あの、はい、ウェブをメインにして、あとは旗艦店をいくつか出されるみたいなケースも増え始めてますね。なるほど、はい、で、あのもう一つはですね、これまあ、 あの多分社会的な意味は非常にこれからますます大きいと思うんですが、先ほどのこのビジネスも非常にこう人間主義だとしたら、その働き方も傍から見てるとなんかものすごい革新的で新しい働き方に見えるんですが、言われてみるとその方が自然だよなっていう、ただあの他の人が見ると全くこれまでの違う働き方っていうのを実際に実行してらっしゃるんですけれども、6時間労働、これはあの早く帰りなさいよって日があるんじゃなくて、常に基本6時間労働と。毎日6時間で帰ってる人もいますね、ええ、はい、ということは9時ぐらいに来たらお昼休みを取らず6時間働いて3時に帰る、帰ると、はい、ね、これどうですか、やってみると全然問題ないもんですか。問題ないです、ね、普通だったらなんか6時間じゃできないよと思うんだけれども、はい、やってみると、あのこれいつ頃からやられてるんですか。ね、2年前ぐらいからですね。ああ、そうですか、はい、あと EFM って書いてあるんですけども、これはエンプロイー F がフレンドシップの M はマネジメント、これどういうことなんですか。いや、従業員と友達のようにやりたいよね、みんなあのお互いにするの嫌だよねっていう都合のいいワードです、はい、でも前々おっしゃってるそのいい人を作るっていうことが一つの仕事の重要なアウトプットであるという、そうすると従業員同士も友達っぽく仲良くしようよねと。でしかも幕張手当っていうんですか、今は会社に幕張にあって、でその一定の距離その近くに住んでる方に対しては手当を出すと。5万円出ますね。これ結構おいしいですよね。社員の8割が幕張に住んでます。あ、そうですか、はい、じゃあもうそ自動的にそこで5万円ベースアップって、これ安倍政権にもね、言いたいですね、はい、これあの給料労働分配増やすですね、非常にいい基準、はい、しかも普通だとね遠くから通ってるんで通勤手当の補助って逆の話ありましたけど、これどういう発想なんですか。近くに住んだら5万円、遠くから通う人は肩身が狭い思いしてますね、うちでは。そうですよね、はい、なんでわざわざそんな遠くから来てんのと本来偉いねって話なんですけど、これなんでその5万円まかり程度出そうと思ったんですか。いや、自分たちの会社がある町というか地域も発展してほしいと、なるほど、だからできれば5万円は地域で落としてよと、まあ、つまり家賃とか払うってことは、その土地その土地のね、不動産屋さんに入るわけで、オーナーに入るわけで、なるほど、まあ、ちょっとした地域貢献というか、はい、考えてみればそうですよね、はい、しかもお洋服をそういう考え方で売ってるのにあんまり通勤でなく疲れたっていい仕事できないよねと、はい、ね、ですからいいですよね。夫婦で働いてれば5万5万で10万で会社すぐですぐ近くで、それで3時に帰るっていう、これ相当豊かな千葉ライフが送れるんじゃないかなと。おっしゃる通りですというふうに思うんですけれども、はい、皆さんのまだお使いになったことない方ですね、見るだけでもぜひですね、ZOZO さん見ていただければ今日の話本当によくわかると思うんです。改めまして前田さん、おめでとうございました。どうもありがとうございます。また今後ともよろしくお願いします。ありがとうございます。3番目ですね、星野リゾート代表の星野さん、壇上にお越しいただけますでしょうか。皆さん拍手でお迎えください。どうも改めましておめでとうございます。どうぞおかけになってください。これも必ず聞きたいんですけど、星野リゾートいろいろな旅館ホテル運営していらっしゃいますが、星野リゾートの旅館ホテルにお泊まりになったことがある方ってあげてください。ありがとうございます。これも相当日本の、無作為抽出の集団よりも相当バイアスがかかって結構ね、皆さんご関心持って実際経験していらっしゃいますけれども、もう星野さんといえばもう知る人ぞ知る
ポーター理論マニアと。そうなんです。いうことで、今回のですから賞は、私大学で体育会で4年生の時にリーグ優勝したんですけども、はい、それ以来の喜びだったです。本当に皆さんありがとうございました。そうですか。おめでとうございます。ありがとうございます。でそのポーター理論、あのポーター先生 の, その戦略論というのはですね、まあ、あのこの競争戦略論というのを分野を作ったのがあのマイケル・ポーター先生なんで、これはあのポーターの理論というか逆なんですけれども、実際は、まあ、一言で本質、戦略の本質は何かというと、トレードオフを作ることだと。で僕は初めてあのお目にかかった、もう20年以上前ですかね、戦略とは何ですかって言ったら、トレードオフだと。それで、去年もですね、戦略とは何ですか、トレードオフだ、全く言うこと変わってない、この一貫性がすごいなと思うんですけれども、その要するに何かをやらないから何かができて、それがトレードオフであるからこそ他者との違いがはっきりして、しかも他者に真似されにくい違いになるっていうのが、まあ、かいつまんで言うとトレードオフということなんですが、 ですね、その切り口で見ると、あのこれご存知の方はもしかしたら少ないかもしれませんけれども、星野リゾートは所有と運営を分離すると。そうですね、これが一つのトレードオフっていうことなんですけれども、ってことは通常特に日本旅館とかは所有と運営は一緒になっているという、そうですね、あのまあ、あのそのポーターマニアで社員が全員がですね、トレードオフとフィット感、これが2つの合言葉ですから、はい、もう みんな理解してもらってると思うんですけど、私あの96年にこの戦略とは何かっていうポーターさん の、あの論文が出てきて、それであのこう勇気をもらったんですね、でやっぱり所有をしないことにはメリットがあるんです、はい、でそれはあの私たちにとってはあの先ほどのバランスシートがやはり軽くなりますし、債務が膨らまないですから、展開が早くなるんですよね、はい、どんどん運営、まあ、運営会社になるってことは運営だけお任せいただければもうボンボン仕事ができると。今あのいくつかブランドありますけれども、全体で何、今33施設あるんですけども、33拠点、あの、こうチェーン的にブランドにしてるのが3ブランドなんです、はい、で所有、ただ競合はですね、面白いことに所有をこうギブアップすることに関して非常に抵抗があったんですね。なるほど。だからやっぱり所有と運営特化っていうものは完全なトレードオフになっていて、でそのトレードオフを迫ったってことは結果的にあのすごく良かったっていうふうにあの私は思ってます。なるほど。あの素人でも所有と経営を分離して、所有とまあ運営を分離して運営の方に特化すると、今言ったような効率性が手に入れられるっていうのは、まあ、頭でもすぐ分かるんですけれども、これがそのトレードオフを迫る、つまりこれまでの、既存の企業はこれを分けたくないってのは、これどういう、分けたくないのはですね、あの日本の今あのほとんどのホテル業者さんが地方の旅館も含めてまだ所有してるんですね、分けたくない理由は2つあると思っていて、1つは先祖代々受け継いできている旅館を、建物土地を人に手渡すっていうことに対して圧倒的な抵抗感があるんです。なるほど。で自分はやっぱ不安だと、人の手に渡ると自分がクビになっちゃうんじゃないかみたいな不安があって、所有ってものに対してはなんとなくこう安心感があるんです、で先祖代々から受け継いできている、これが一つ目です。もう一つは所有してた方がうまくいってる施設に関しては利益が高いんです。なるほど。所有者のリスクを取ってる分、その取ったリスク分のリターンがちゃんとあるんですよね。でしたがってうまくいってる会社は所有が離れるとその利益が減るじゃないかって。なるほど。それからうまくいってないところも、所有が離れちゃったらうまくいってないからクビになっちゃうんじゃないかっていう、これで真似してこないっていうことが起こるんですよね。なるほど。ですからあの比較してどっちがはっきりとどっちよりもいいっていうわけじゃなくて、それぞれに非常に強い理由があると。そうですね。だからこそのトレードオフで、トレードオフです。今おっしゃっていただいた所有していることのメリットを追求すると星野リゾートさんのやり方とはもうできなくなる、これも明確にトレードオフを迫っていると。そうです。いう典型的な例ですよね。ですからあの星野さんのところは、あくまでもその収入はオーナーのもので、そこから運営の手数料を、そうです、取ると。収入も利益もオーナーのもので、私たちはあのフィーをいただいてフィービジネスになっている、あとそのこれも本当にあの明確なトレードオフだと思うんですけれども、これまでと違うのはマルチタスク型のチームっていう、これがどういうことだかちょっと説明していただけますか。マルチタスク型というのは、まあ、ホテルって意外にその分業制になってまして、あのフロント、まあ、伝統的にはですね、フロントと調理と部屋を掃除しているハウスキーピーと、それから料飲サービスってレストランのサービスですね、あのウェイターさんと、
この4つがですね、あのかなり専門職的に伸びてきている伝統があるんです、ね。まあ、それぞれそれぞれ違うね、そうですね、技能を必要とする仕事ですよね、仕事だというふうに言われていて、なんとなくこの文化的にも違う文化を持った人たちが、同じホテルの中にこういるわけなんですね、でマルチタスクっていうのは私たちのやり方はその、1人のスタッフが4つのスキルを全部持ってくださいと。なるほど。でそれによって、まあ、あの顧客、まあ、旅館とかリゾートの場合はですね、あの館内での労働負荷のかかる場所がですね、規則正しく移動してるんですよ。お客様が規則正しく朝食を食べる時間はみんな食べていて、寝る時間はみんな一緒に寝ていて、で大体到着される時間は大体一緒なんですよね、ですからその労働負荷がかかる場所にスタッフが集中させるためには、やっぱりマルチタスクで動くことは大事なんですね。なるほど。ですからスタッフは朝食の準備から始まって朝食のサービスをして、そのスタッフがそのままチェックアウトの作業をして最後に清掃して帰ると、はい、ですから我々その9時に来て3時に帰るわけにいかないんですが、朝6時に来れば3時に帰れると。なるほど。こういうことを実現するにはマルチタスクである必要があるんですよね。逆考えるとすごい分かりやすいんですけど、マルチタスクでなかったら自分の専門分野みたいなのをはっきりできたとしても、その食べ物をですね、サーブする人っていうのは朝ごはん終わったらその後仕事なくなっちゃうわけですよね。そうです。しばらくあの仕事がなくなるんです。でこの間どうしてるんですか？この領員って呼ばれてる分野なんですけどね、あのレストランのサービスを提供するスタッフ、また調理のスタッフは、朝が終わるとですね、旅館の場合お昼がないですから、夜までちょっと暇なんですよね、でここに中抜けシフトっていうのは存在するんですよ。伝統的なんですけど、業界で中抜けシフト、中抜けシフト、拘束時間が14時間なのに勤務時間が9時間というパターンなんですね。で実際に9時間ほどなかったりする場合があるんで、手待ち時間がまた発生してるわけです、でこれがですね、まずそもそも人気がないです。そうですよね、ですから新しくあの新卒採用にしても中途採用にしても人気がない業界になってしまうし、それから同時にですね、あの非効率性が生まれるんですね、どうしても仕事が来るのを待つという時間がありますから、これがその領員だけではなくてフロントにもあって、部屋の清掃でもあるわけです、部屋の清掃もチェックアウトするまで待たなきゃいけないんですよね、でしたがってこの全体で手待ち時間がある、館内にいるスタッフの頭数が増えるっていうところが全体の利益をこう圧迫するっていうところが、特にどこまで行っても一定程度どうしても労働集約的なご商売でしょうから、サービスでしょうから、あのそこすごい効率にとっては決定的ですし、効果という意味でも、あの自分がいろんな仕事をスルーでやるから、お客さんに対してどういうサービスを提供すればいいのかっていう、この理解が深まっていくし、そうですね、でオーナーにとっては収益が上がりますけども、スタッフにとってはやはり自分のスキルの幅が広がるってことですよね、将来マネージャーになりたい、総支配になりたいという時にもその人材としての力がついてくるってことです、それからやはり顧客にとってはあのおっしゃっていただいたように、そのスタッフがですね、到着の時に要望をいただいたことが、自分が調理にも詳しくて、料理サービスも提供していて、朝ごはんのサービスも提供してるわけだから、要望をすでにすぐにその答えることができるんですね、答えるっていうのはイエスだけではないんですけど、できることできないことを即座判断できて、でちょっと難しくてもやれることならやろうという判断も自分でできるっていうのが、もう最大の私はサービス面でのメリットだと思ってます、今まで聞くといいことばっかりなんですが、それがトレードオフだっていうことは、今までやらなかった人がいるからトレードオフなわけで、これなぜその縦割りになっちゃう これはですね、トレードオフの片っぽ その、あの問題点というのは、問題点といいますかね、なかなかその真似できない理由というのはですね、我々の業界の文化があるんですよ。あ、なるほど。私たち、僕が大学卒業した時もそうだったですけども、大卒はフロントに入ったり、高卒は料理サービスに入ったり、調理師は調理師学校から来てましたからね、それぞれ その文化のこう、なんですか、文化が違う人種が一つのホテルにいるんですよね、ですからここがですね、あのマルチタスクって言った時には相当抵抗感があるんですよ。なかなか既存の大きなところであればあるほど、これをですねクロスファンクショナルに、できないっていうところがですね、トレードオフのところなんですよね。ということはご自身でやり始めた時も、実際にこのマルチタスクチームがうまく動いていくまでは大変な思いされたということですよね。ものすごく大変だったですね。 10年ぐらいかかった。ですから初めはずっと軽井沢だけでやってらして、軽井沢でやってましたし、もうあの戦いの毎日だったんですけど、まあ、だいたいあの今はですね、あの逆にマルチタスクじゃなければ
まあ、マルシャクスになることもいろんな形でお願いしますけども、でそれにトレーニング制度も充実してきたので、早くなるんですが、どうしてもやはり文化的に合わない人っていうのは離れるしかないんですね、で今離れてもすぐに送る体制が取れてるんですけど、なるほど、当時はですね離れたら困ったんですよね、なのですごく時間がかかったしなかなか進まなかったっていうことはあったと思います、なるほど、だから逆に一貫した戦略として動き出すとそれだけ加速もできるとですし、やっぱりこれ覚悟が必要で、僕はもうこれしかないと思ったんですね。で91年から経営始めて96年のこの論文が出てきた時に、トレードオフだというふうにポーター教授が言ってるわけだから、もうこれしかないと思ったのがすごく勇気になったところなんですよね。なるほど、それが本当にポーター賞っていう、それがポーター賞、なのでもういい話じゃないですか、大学4年以来の大きな喜びだったと。いや、そう言っていただけると本当に嬉しいんですけれども、でその、まあ、戦略とですね思想でこれからどんどん海外に持って出ると、で単にこう出るだけじゃなくて、今度はその東京のど真ん中にですね、これはブランドでいうと星のや、そうですね、日本旅館星のや、はい、でよく口ではですね、特にオリンピックとかそのプレゼンテーションもあっておもてなしって話をするんですが、これ僕前に星野さんから聞いて、なるほど深い話だなと思ったのは、じゃあおもてなしって何って外国人に説明するというと、皆さんどうやって説明しますか、おもてなしって何ですか。ありがちなのは日本ならではのきめ細かくて親切でお客さんのことをもんぱかったサービス、性格で、まあ、そういうような説明になるんですけど、そういうとですね、アメリカでそのラグジュアリーホテルとかリッツカールトンとかああいう人たちであれば、いやそれうちもやってるからっていう、こういう話ですよね。そうなんです、もうちだって親切なサービスしてるよと、私コーネルのホテルスクールやってたんですけど、キリンの磯崎社長も、私の同窓なんですが、あ、そうなんですか、そうなんです、のホテルスクールなんですけども、それを今日言いたくてここに上がってきたんだというところですけど、このホテルスクールの卒業生たちが業界にたくさんいるんですね、でこの連中と議論していて、日本のおもてなしってなんだっていう時に、親切と気遣いだっていうと、そんなこと言ってから日本はダメなんだと、もうそんなのとっくにアメリカなんかできてるし、ヨーロッパできてるし、だからパークハイアットが東京で一番人気だろうとこういうふうに言われるんですよ、でそれを言われたのは僕は2000年代前半 で、でそこからそれを言ったら完全に論破される、ですから日本のおもてなしっていうのはね、そのちゃんとした定義じゃなくてもいいんだけども、彼らができないものにこう仕立てていかなきゃいけないっていうふうに考え始めたっていうのはきっかけなんですよね、でそれはその星野さんの定義するおもてなしって何ですか。これはねやっぱりね、その顧客と上下関係にあるのがアメリカヨーロッパですから、バトラーサービス、ね、そうなんですね、まあ、マスターとサーバントから始まってですね、顧客の要望が絶対なんですよ。なるほど、要望に早く素早く答えるってことがいいサービスの定義なんですね、でそこに入ってると我々絶対勝てないんです。ところが日本 のサービスっていうのは千利休の茶の湯から始まってますんでね、顧客とその まあ、提供者が対等なんですよね、フラットな関係で、フラットで、かつ顧客がその主人の文化度に期待する、なるほど、具体的要望に応えようとしてなくて、主人の側の方っていうのはですね、サービス提供側はやっぱり気づいてほしい、自分のこだわりを伝えてるんですよ、ね、なるほどね、こだわりを伝えるって、それを楽しみに来る、これがサービスのやり取りとしての日本のおもてなしの原点、というふうに僕は言ってるんですね、だ例えば星の家ではテレビを置かないんだと、テレビを置かないのはなぜかというと圧倒的非日常がコンセプトであり、お客が求めているのは圧倒的非日常なので、テレビを置かないことがこれ圧倒的日常でしょと、これがね気づきを求めるこだわりなんだっていうと、彼らは初めてなるほどそれはできませんと、なるほど、こうなるんですよね。これが本当のトレードオフと。そこにね行かない限り、日本のおもてなしっていうのが私はものになっていかないっていう。なるほど。ですから東京のど真ん中に旅館があって、星のや外国人のでいっぱい来て、それでこだわりを受け止めて、それで初めておもてなしが分かると。そうです、こちらのこだわりを押し付けていくってことをやっていかない限りダメだと、非常にだから能動的なおもてなしということでありまして、ますますですねこれからが楽しみなんですけれども、その今お話に出たのは2016年、東京星野東京を開業します。その前に星野富士が来年ちょっと宣伝ですけども開業しますので、なるほど、よろしくお願いしたいと思います。皆さんぜひ押し付けられにですね、お越しいただきたいと思いますけれども、今日はどうもありがとうございました、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。それでは、最後のお待たせいたしました最後の会社になりますが、YKK 株式会社の猿丸社長、恐れ入りますけれども壇上にお願いいたします。
皆さん拍手をお迎えください。どうもこの度は改めましておめでとうございます。どうぞおかけになってください。YKK からファスナーを買ったことある方は手を挙げてくださいって言ってもですね、いやこれ相当あのジッパーマニアじゃないとあのなかなか直接あのファスナー買いに行った方はいないと思うんですが、まさにあの皆さん間接的には買ってるわけで、おそらく今あの YKK の製品をあのご自身でこう装着していらっしゃらない方はですね、限りなくゼロに近いっていう言っても過言ではないんじゃないかなと、思うんですが、これはあの、まあ、世界中知らない人がいないあの YKK ですけれども、まずその、特化っていうそのポーター理論でいうとですね、ファスナー事業に完全に特化されているというね、あのグループ全体ではあの建材事業もしてますけども、 YKK のイタチはあのやはりファスナーという商品に特化して、そのを突き進めてきたという歴史があります。でこれだけあの世界中でどこ行ってもですね、あの使われているのはもちろんその品質がいい、機能がいいという、まあ朝一だとそういうことだと思うんですが、なぜこれが可能になっているのかと、また逆に言うとその競争相手がなかなかですねそのレベルが難しいのかっていうと、生産とか開発というのは全部マザー工場、これは日本にあるんですね。そうですね、私どもはもともと発祥の地はあの東京小松川なんですけども、本格的な工場を始めたのが富山県の黒部市、ここで今でも開発の拠点、それから私どもはあの社内で工作機械を作る工機部門がございますので、そこはあの富山に置いたもので動かずに、そこを中心に世界で技術開発をしていると、品質それから材料に遡ってですね、品質を守るために製造方法、材料にも遡って、こだわりを持ってやっているというか、おそらく世界の方々の信頼を得ている一番大きな要因かと思います。なるほど。ですから、そのファスナーという製品そのものについての技術の開発とか、それをどうやって作るのか、どういう機械を使ってっていう、この生産技術も開発は日本に集約していらっしゃるんですが、一面ではこれはものすごいグローバルな会社で、もう世界ありとあらゆるところにそのファスナーを実際に作る拠点というのがあると伺ったんですけれども、はい、作っては売るですね。そうですね、あの今現在オペレーションは世界70カ国でやっておりまして、それぞれのこうそれぞれの国にあのいわゆるサービス工場的な工場を持ってまして、本格的な工場も今40ほどの国でやっております。ですよね、はい、ですから、これはなぜそこまでこう世界中にこう分散された、ある意味こうそこで非効率をあえてその抱えるっていう意思決定をされているわけですけれども、確かに、家電とかのようにですね、量を求めて、量産をしてコストを下げるという方法もございますが、私どものお客様はいわゆるその縫製メーカーさんですね、はいはい、それはあの服を納められる工場なんですけども、そちらは、労働集約型の産業なもんですから、はい、安い、安価な労働労務地を求めて、縫製産業っていうのはどんどん、アジア新興国に移っていきますね、そうしますとやはりあのそのお客様のそばで、やはりあの作って納品するということがないと、あの非常にファッション関連でもありますし、納期が非常に厳しい、なおかつあの皆さん方あんまりあのご理解ないかもしれませんけども、あの非常に多くの品番、お客様ごとによってそれぞれのご要望が違いますので、例えば色だけでも1万数千色に上るような色数がございますから、いやこれ我々ね、はい、そのファスナーっていうとなんか全部銀色で同じようなものを瞬間的にイメージしちゃうんですけれども、全然違うんですよね。お客様と申し上げてもあのアパレルからですね、基本的にはあの開け閉めするところは全部対象というふうに思ってますので、産業製品、工業製品、それから靴、アパレル、カバン、それぞれあの求められる要素が全然違ってきますし、価値観も違いますから、それぞれの市場に応じたところで、お客様のすぐそばで作るということから、あの縫製産業が動くたんびに我々もそこへ行って、工場を作って、人を雇用して、教育をして、作ると
という作業の結果が今70カ国。ただそれを全部バラバラでやりますとやはり根幹になる技術というのがやはりされますから、はい、それはやはり日本だろうということで、はい、まあ、創業である日本で技術の集約とですね、それから素材の研究、それから世界の工場すべてで自社製の工作機械を使って製造してますけど、はい、その工作機械の開発並びに製造は、まあ、日本でということを松原君に言ってきてます。だからその、製品とか機能の水準を満たすために、そこの現地の工場に、はい、拠点から日本の拠点から全部その作り方を決めて機械も持ってってその通りに作ってると。そうですね、基本的にはスペックは一緒ですから、YKK が独自で、設定してますその基準ですね、はい、品質基準っていうのは必ず設けてますから。なるほど、まあ、それぞれは各市場で求められている基準のさらに上を行く基準で設定するということで、まあ、それを守るためには、材料それから製造方法製造機械は一緒でなきゃダメだということで、もちろん日々の運営は各海外会社ローカルの方がやってくださってますけども、根本的には最初の進出は日本からということでやっていってます。なるほど。そのものづくりだけじゃなくてそのデザインも、そのデザインと申しましょうか、実際にそのお洋服とかカバンとか作ってらっしゃるところが結構そのファスナーってこだわりを持って設計なり注文が来るそうですね。そうですね、先ほど先生から皆さん方に伺われたときにやはり皆さん方ご自分で服を買われるときに、先ほどのゾウタンさんでもそうですけども、そのブランドなりデザインなり色なり予算っていうのがあって、まあ、そこで最終的に決定はされるんでしょうけども、いや待てよ、ファスナーはどこのかな、ジッパーはどこのかなって言って、それで決められる方っていうのはまたもううちの家族ぐらいだと思うんですけども、そうなってくるとですね、いいですね、やはり一般のコンシューマーの方はなかなかそこまで あまり気になさらない、ただ我々のお客様、いわゆるアパレルのブランドさんであり作られる方っていうのは唯一動く部品なんですね、ですから一番壊れやすい、それとコスト的には本当に小さいんですけども、比較的デザインの差別化をしやすい部材であると思いますね、まあ、それでもちろんその単なるデザイン性のものもございますし、例えばそのスポーツアパレルですと、まあ、機能ですね、はいはい、速乾性であるとか、伸び縮みがするとかというそのお客様の最終商品が売ってられる機能に合わせたものを作ってほしいということですね、それから、まあ、今車載車のシートなんかにも使っていただいてますけど、まあ、これは全く違った発想で、例えばその服ですといかに軽く着脱がしやすいか、車のシートっていうのは車のシートを組み立てるときにファスナーを使うんですね。なるほど。工程として、でこれはシートにファスナーを使っていることをご存じない方多いと思うんですけども、それを一旦閉めるともう二度と開けないんですね。ですから開け閉めではないんですね。閉めるのは組み立てラインで働いている方だけど、はい、というと開け閉めではないものが求められるわけですね。ですから本当に用途それからお客様によって求められる価値観が全然違ってきますので、まあ、それに合わせて開発体制を作らなきゃいけない、ということになりますので、深いですよね、はい、まあ我々ファスニング事業のタグラインっていう、まあ、ロゴの下に入れる文字でリトルパーツビッグディファレンスという言葉を使っているんですけども、まあ、日本語で訳せばたかがジッパーされとジッパーになると思うんですけども、私どもの非常に小さな部品コストも小さいんですけども、その違いがお客様の最終商品で非常に大きな違いを生むということをですね、肝に銘じて価値のご提供と、うん、それから品質のご提供ということを創業以来ずっと心がけてやってきてます。ただ最近はそれに対して価格という要素も入ってますので、なかなか難しいことは難しいんですけども、でもこれは本当に我々にとって勉強になると思うのは、その技術商品に自信があってものづくりだっていう日本の製造業の企業いっぱいあるんですが、それを本当にですね顧客に対する独自の価値に
転嫁して、で経済的なあのリターンもきちんと得ていると、これ全部できた初めて戦略で、あのそれがないので非常にこう内向きのなんかものづくりマニアみたいに終わっちゃって、あの儲からないみたいなですね、会社が多い中で、御社のその立ち位置とかその事業のやり方とかですね、あの一つ一つがつながって、それできちんとあの利益が出る、長期の利益が稼げるその仕組みになってるなっていうのが、僕は日本 の, あの製造企業にとってですね、あのかなりこう普遍的な教訓を与えていただけると思うんですよね。で言われてみると、そのよくあるパターン の, そのインテル入ってるみたいな、お客さんがそれをインテル入ってるって認識していることが、そのパソコンだったらパソコンっていう製品の価値になって対価が払われる、これあったと思うんですけどね。考えてみると、我々あのよっぽどのマニアじゃないと、あ、これ YKK だ買おうとか、これ YKK じゃないじゃないっていうふうには考えませんよ ね。それでもそれだけその最終的な製品の価値に対するインパクト大きいので、きちんとその技術力とか開発力が報われるっていう、ここが僕はあの素晴らしいところだったなと思ったんですよね。ね、あのですから私どもあのお客様、あのもちろん顧客なんですけども、あの個別の客と書く、個々の客ですね。なるほど。ここを非常に大事にしてますですね。ですからあの商品だけでなく、あの業界によってそれぞれお客様のオペレーションも、はい、企画から納品に至る納期も違ってますし、やはりあの求められるバリューポイントがそれぞれ異なってきますので、あのまあ、マーケティングから始まって、それもあの社内ではワントゥワンと言ってますけども、ここのお客様に対するマーケティング活動から要望を吸い上げて、それを商品開発にどう結びつけるか、それをですね、あのいかに製造技術でバックアップして、あの適正なコストで納めするかということの流れは、まあ、バリューチェーンの中でですね、あのいろいろやってます。あのもちろん今あのいくつかのアイテムはサプライヤーさんにもお願いしてますけども、まあ、できるだけあの自社内でという一貫生産思想は創業時代に戻って守っていってることが一つの秘訣かというふうに思います。でそれをものすごいグローバルなスケールで展開してらっしゃって、これ日本の隠れたですね、あのグローバル超先進企業だと思うんですが、これあの徹底した現地化っていうことですよね。その技術とか日本で集約する代わりにオペレーションも現地化していくと。そうですね。でこの前伺ったら、あの御社ですと、例えばちょっとその海外あの赴任しますっていうと、これなんかもう平気で20年30年っていう、はい、そういうスパンで皆さん出てらっしゃるっていうことなんですけど、あの、まあ、CSV にもつながると思いますけども、創業者はですね、もう80年前にやはりあの企業っていうのはあの社会の構成員なんで、社会と共生してこそ初めて、あの報われると、その継続できるということで、そこで生む価値をですね、社会に還元するということですから、その一環としてその国の土地っ子になれという意識がありまして、はい、あの日本を向いて働くんじゃないと、そこの国へ行ったらその国その社会に溶け込んで仕事をしろというのが教えなもんですから、あの、まあ、15年20年30年選手も何名かいますし、まあ、社内ではあの10年以内は長期出張と言われてますので、あの、まあ、それはいいかはどうかは別にしましてですね、あの結構皆さんあの海外に溶け込んで、あの割合としてはですね、あの日本人の数は少なくて、まあ、ローカルの方の方が圧倒的に多いんですけど、まあ、一緒に今仕事をしてます。いや本当笑ったんですけど、あのだいたいどれぐらい出たら行ってらっしゃるんですかって、基本30年ですって言われて、それずっとじゃないですかっていう、やっぱそれだけ腰が入ってるんだなと。ですからあの一見その隠れてて奥ゆかしいんだけれども、すごく製品の差別化に価値があって、しかもその製品の良さであの売れるっていう、これも日本を象徴するようなんですね。あの我が国の誇りが YKK 一つなんじゃないかなというふうに、感心いたしました。どうもこの度は改めましておめでとうございました。どうもありがとうございました。以上ですね、4社の戦略の中身をご紹介させていただきました。これあの今日のコンファレンスで一番大切なパートでしたので、皆さんご清聴いただきまして誠にありがとうございました。以上でございます。受賞企業の皆様、楠木先生ありがとうございました。